見てください、こちら紅生姜が、すいません、ゆうことです。今日の簡単たくま日記なんですけれども、なんとコラボしちゃいます。もう勝手にね、すき家さんの紅生姜を使ってツナ缶で簡単たくまね、今日やりたいと思います。今日はね、包丁を使わずにもう入れて炊くだけなんで簡単でできます。ちなみに前回の魚肉具沢山炊き込みご飯、これ見てくれました？よかったらね、まだ見てない方いらっしゃいましたら、作り置きもね、できて、次の日のカレーチャーハンアレンジが真面目に美味しかったんで、よかったら見てみてください。よろしくお願いします。それでは今日も美味しい簡単炊き込みご飯作っていくよ。よろしくお願いします。お米2合洗っていきます。あ、でそう、もし動画内でこうした方がいいよとか、こういうところ直した方がいいとか、こういう材料を使うともっと美味しくなるよとかありましたら、コメント欄でバシバシ教えてください。よろしくお願いします。では洗います。はい、お米を洗いますが、ここで皆さんにご質問です。そうそう、お米の研ぎ汁って皆さんどうしてます？最近ちょっとお米の研ぎ汁何かに使いたいなと思って、なんか洗顔に使ったりだとか、漬物に使ったりとか、あと汚れを落とすなんかこの洗剤とかにやったりとか、研ぎ汁をこういうのにアレンジしたらいいよっていうのがありましたら教えてください。よろしくお願いします。ではお米2合洗いました。ここに調味料を先に入れていきます。お米に下味をつけてちょっとだけ美味しくします。はい、今日も中山きんに君さん見守っております。いつもありがとうございます。いやー、ではきんに君さんの筋肉のカゴを受けながらお醤油ね、入れていきます。いつもの一周ね、1、白だしでございます。皆さん、白だしって使います？最近ね、なんか白だしちょっと作りたくなって、もしこういう作り方あるよっていうのがあったら教えてください。具材入れていきます。紅生姜、ツナ缶、ドーン、すき家さんの紅生姜いきます。このままね、もう液ごと全部入れちゃいます。ではダイナミックにもうすき家さん開けちゃってね。はい、すき家のツナ丼、 OK。 はい、次ツナ缶、今回もノンオイルでいきます。はい、ツナ缶も汁ごと筋肉で、よいしょ。この周りのツナね、もったいないですからね、ちょっとこうお水でね、こうくるくるくるってやってね、全部使い切りますと。次ね、ニンニク入れていくんですけれども、こちらお好きなおニンニクで大丈夫です。ゆうとニンニクうちで漬けてるんで、これね3つぐらい入れます。はい、こんな感じでね、ポトンと OK。あとはね、お水を2の目盛りまで合わせて炊くだけです。OK。では炊飯器にセットしましたら、もうそのままね、白米標準で普通に炊きます。67分、お待ちください。美味しくなってね、いってらっしゃい。炊けました。今日も笑顔でいただきます。はい、お待たせしました。すき家のツナ丼、完成しましたんで、揚げていきます。さあ、どんな感じかな？真っ赤っかかな？お願いします。お、あれ、え、待って、すごい切り干し大根みたいになっちゃってる。ではしゃもじさん失礼します。いや、これすき家さんもびっくりだよ。これ紅生姜どこ行ったって感じですよ。これ皆さん、こちらちょっとほぐして見てください。ニンニクさん、うわー、これもう絶対美味しい。もう旨味溶け出してるね。ほら、ツナさん、こんにちはと。いやー、この熱々蒸気がたまらないですね。これはうわー、見て、紅生姜山盛り。もう紅生姜じゃなくなっちゃってるけどね。はい、ゆうこと食堂、いらっしゃいませ。じゃあね、お皿に盛っていきます。早送りで持っております。いらっしゃいませ。感じですかね。完成でございます。すき家さんの紅生姜を使ってツナ缶も入れたすき家のツナ丼、完成でございます。赤くなくなっちゃったけどね。どうでしょう、香り伝わってください。このいいね、すき家さん、これは美味しいぞ。いただきます。どうも、一日お疲れ様でしたと。いいです、いいね。そしてあ、
このちょっと割合が下手くそだけど、いいですね、こちら絶景最高の3兄弟でございます。最高、いただきます。まずね、こちら今日もお疲れ様です、乾杯です。オールフリーさん、ゆうとさん、今日の飲みっぷりもいいですね。あー、うまい。結局そっちで飲むんかい。やっぱ力飲んだ方がいいね。うまい。あ、じゃあこちら三匹ワンちゃんと一緒にね、わっ、今日も美味しく炊けたかな、ゆうとさん。いただきます。さて、お味どうでしょうか、ゆうとさん、今日満足かな。まあ、まあ、これお子様に食べてほしい。うまいよ。このオールフリーさんね、炊き込みご飯とノンアルビールは最高の組み合わせでございます。うん、いや、この麦のね、苦味と生姜がいいね。最高だね、もうこれね。そしてこのね、柔らかく煮えたニンニクさんとね、これも、うわー、最高、幸せ。おっと、ゆうことさん、何かを探している。さあ、何が出てくる。ブラックペッパーちょっとかけちゃいます。醤油、紅生姜、ニンニク、ブラックペッパー、もう優勝でしょ、間違いないでしょ。もうオリンピックだよ、もうこれ最高ね。ブラックペッパーかけていただきますと、うわー、合う、うまっ。これあれだよ、ご飯が進むたっくんご飯だよ、最高すぎる。すき家さん、うまいよこれ。すき家さん見てくれてたら嬉しいな。うまっ、これほんとご飯が進むご飯だ。うまい、進むね、これはね。いつか炊き込みご飯に合うノンアルビールを開発したいユーグッド、ちょっとそんな夢があります。あー、ノンアルビール合う、うまい。あ、今日休館日ね、これ。うまい、七味も合うでしょう、きっとね。牛丼ね、一味とか七味とかね、ね、皆さんはどこの牛丼屋さんが好きですか。私はね、あんまり牛丼屋さん行かないんだけれどもね、どこだろうな、ね、皆さんどこが好きですか。まあ、正直私はすき家さんのそぼろ丼が好きです。あと、美味しすぎたんで2杯目おかわりしました。で、ここにキムチ乗せちゃいます。あ、もう優勝、もう最高でしょ、もうこんなの。もうこれもう見てください、この赤と茶色のこのグラデーション、最高でしょ、これもう優勝だよ、こんなのね。これを一気にかき込む、2回目でいただきます。うわ、うめえ。あ、そう、キムチで思い出した。前、キムチ納豆タックも行ってこの動画やったんですけど、まあ、よかったらやってみてください。部屋中がすごいことになります。匂いもで、食べた時の味も強烈、納豆パラダイス最高。追いキムチ最高でしょ。山盛りキムチ盛り放題、ユグッド食堂最高。明日あれかな、ユグッドキムチとかニンニク臭くなっちゃうかな。まあ、いっかね、うまいもん。今日も美味しくてよかったね、ゆぐとさん。ごちそうさまでした、ありがとうございます。すき家さんの紅生姜でつぬたくんご飯、最高でした。こちらはね、後でラップにくるんで冷凍保存してね、またタックミストックで取っていきたいと思います。ゆぐとね、こうやって名前と日付書いておかないと炊き込みコレクションがね、冷凍庫溜まっていくんですよ。なのでね、炊き込みご飯好きでいつも余っちゃうよっていう方ね、この名前と日付おすすめです。これまた後日ね、なんかアレンジで使いたいと思います。はい、今日もありがとうございました。美味しい炊き込みご飯最高。これあれね、卵かけご飯とかね、それやってもいいかもね。オイスターソースとかちょっと入れてね、もっと濃いめにしてもいいかもしれないです。お願いします。おすすめです。お試しください。もしここまで見てくれている方いらっしゃいましたら、最後に何かコメント残していただけたら嬉しいです。顔文字1個でも嬉しいです。皆さんのコメント1個で、ゆぐとやる気100倍、200倍、300倍でございます。
何やってんだろう。たっくんご飯で日本を明るく笑顔にしていきますんで、よろしくお願いします。それまた次回も見てね。ありがとうございます。おいしいたっくんご飯最高、バイビー。またおいしいご飯みんなで炊いてね。バイバイ、ありがとう、最高、バイビー。あ、まだ見てくれてる方いらっしゃるかな。あの、最後のおまけなんですけれども、次回ね、絶対に失敗しない簡単なわかめご飯をやるか。これあんこね、炊飯器で炊いて作ったんですけれども、こちらのあんこで、あの赤飯というか、まあ小豆のね、ちょっと甘めなご飯、甘めの炊き込みご飯ね、どっちがいいですか。よかったらコメント残していってね、お願いします。ではまた次回、ありがとうね、バイビー。おいしいご飯炊いてね、ありがとう。